アホチンハムファイターズ、最後に勝ち越しされブリブリ負け。そんなに悲観してなかったけど、今日の負けはちょっとまずいな。磯端の盗塁死と田中の一発のせいだな。田中のせいで2連敗だよ。ホームで負け越したのはいつ以来だ。矢沢も途中準備してたけど今日は矢沢だったな。もうジャスティスと変えは田中だわ田中。まあジャスティス演出は今後一切やめてくれ。守備のほころびと走塁死が出て1点差負けは去年のパターン。正義執行されてしまう心情であった。ええ、プロ初勝利を献上してしまったのか。筒香と牧とオースティンは勝負すな。2つ取りこぼしたのは痛いな。松田神宮で勝てる気しないのに。ベースの打者怖すぎやろ。みんな良い当たり打つやんけ。来年も新庄なんだからもうどうももいいや。去年までの弱さに戻っちゃったな。ストレートしか来ないんだから空いつか打たれるわ。この流れで明日福島はきついけどなんとか投げてほしい。福島もストレート多いからどこまで通用するか。エスコン行ってみー。無表情で無言でツインバット叩いてるだけだから。お前らさ散々弱点ホームランだけ避ければ勝てるって言ってんのになんでこうなっちゃうの。ご視聴ありがとうございました。